じゃあ自己紹介を簡単に英語で、はい、まあ、ちょっと名前だけ、名前だけちょっと英語で言ってもらえると。名前だけでいいですか？はい、はい、お願いします。はい、 Hello, my name is Azusa。 何ですかこれ、もうやだ。はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチーです。では引き続きになるんですが、四角スクエアの代表のキトさん、はい、よろしくお願いします。そしてですね、今回は社員の土屋さんに、お越しいただいてるんですが、ぜひじゃあ自己紹介を簡単に英語で、はい、まあ、ちょっと名前がね、名前だけちょっと英語で言ってもらえると。名前だけでいいですか？はい、はい、お願いします。はい、 Hello, my name is Azusa。 何ですかこれ、もうやだ。何あの冒頭こんな感じなんですけど、ちょっと今回ですね、あの真面目にあの働いてらっしゃる方にいろいろインタビューをしていこうと思って、あの土屋さんをいじる会ではないんですけど、私その要素を含めつつちょっとわきあいあいと話していければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、まあ、私あの大学生の時にですね、はい、あの奨学金を借りてまして、はい、まあ、合計して800万ぐらい借りてたんですけれども、はい、やっぱりそんなにこう家にお金があるうちじゃなかったので、もう大学行ってからお前全部払えということだったんで、うん、生活費も、まあ、学費も全部払った、はい、払ってたんですね。司法試験の勉強しようと思った時に、まあ、予備校とか塾みたいなのがあるんですけど、はい、まあ、それに行くお金なんかねえなというふうに思ってですね、はい、まあ、120万とかするんですよ、まあ、予備校とかって。え、1年ですか？1年ぐらいですね、まあ、1年か1年半ぐらいですね。あ、そんなするんですね。そうなんですよ。なので、はい、まあ、到底奨学金でね、まあ、生活費も出してる自分としてはもう無理だな。そうですよね。と思って、まあ、当時行かなくて独学したんですけど、はい、まあ、今だったらインターネット使ってもう少しこう気軽に学べるサービスがあるんじゃないかと思って、四角スクエアっていうのを、まあ、2014年の初めからですね、やってるという感じですね。順調に行くわけないじゃないですか。そうです。そうです。いや、すげえわかります。最初はですね、はい、あの幸いにして協力してくださる先生が現れてですね、まあ、その先生結構その、まあ、弁理士というですね、特許を申請する仕事の、はい、まあ、先生なんですけども、結構有名な先生だったんで、はい、もう余裕だろうと、はいはいはい、これはもう弁理士の受験生もう一網打尽じゃねえかと思ってですね、はい、当時あの弁理士の勉強するのって大体40万円ぐらいしたんですけども、うん、それを月4000円でやったんですね。おお、なんと100分の1 、はい、安けはみんな受けんだろうと思って、はい、やったらですね、なんとですね、安すぎて不安って言われてですね、ああなるほど、詐欺じゃないのって言われて、詐欺じゃないことをこっちが一生懸命説明するみたいな、謎に安いことを説明するとかいうふうになっちゃってですね、なかなかこうユーザーの方に支持していただけなかったとか、まあ、あれがやっぱその教育サービスってやっぱり受かってるかどうか結構重要なんで、はい、1年目って受かってないわけですよね。実績ないですもんね。そうなんですよね、はい、なのでやっぱそこを問われると、はい、なかなか厳しいなっていうのがあって、うん、まあもちろんその他にもですね、はい、数え切れないぐらいいろいろ大変なことが、はい、ありましたけれども、はい、いやー数当たるしかないですよね。こうひとまず行ってみるっていう、自分よく夢を口に出せって子供たち、はい、学生のみんなに言うんですね。言わなければ、はい、で言うともちろんそれをバカにされたりとか叩かれることもあるじゃないですか、はい、でも言わないと応援してくれる人が出てこないですよね、はいはい、でなんかそのそういうなんかそんなアクションを起こす面でそういったこともあるのかなと思って。いやもうおっしゃる通りで、やっぱりね、自分が本当に思ってることだったら、はい、もうそれを常に言い続けることですね。大体理解されないわけです、最初はね。そうですよね。大体眉唾者でしょうということで見られるわけですけれども、 それ気にせずに、はい、気にしちゃうんですよ、はい、気にしちゃうんだけど、はい、気にしないっていうふうに自分に言い聞かして、はい、紀藤さんへこみます。へこみます。あ、そうなんですね。失礼だって、ごめんなさい。結構なんかこうパワフルなんで、その、はい、例えば、まあ、YouTube で言うとアンチとかその、はい、否定してくる人とかも、はい、なんかパーンみたいな感じで全部跳ねのけられる感じするんですけど、そうそうそう、あの知らない人に誹謗中傷される分にはもちろん嫌ですけれども、はい、そんなにへこむっていうほどへこまないんですけど、やっぱり近しい人ですよね。そうなんですよね。そう、ダメージが違いますよね。そうですね。あのこの人に言われるとへこむって人に言われると、そうです。やっぱり自分がちゃんと信頼関係築いてきたと思ってる人だとか、あるいはその尊敬してる人だとか、まあ、いろんなこう近しい関係あると思うんですけど、はい、そういう人にやっぱ言われるとだいぶへこみますね。それ家族もしっかりだと思うんですけども、いや本当にね、あの慣れるってことは非常に重要だと思うんで、多分学生の方で見てる方ですぐ超典型的なのは、はい、授業中に手を挙げないってやつですね。あ、授業中に手を挙げない理由って、手を挙げて間違った答えをしてみんなにバカにされたらどうしようっていう気持ちなわけです。そうですね、手を挙げない理由って、はい、なんですけど、そんなの一時の恥だし、むしろ間違えた方が記憶に定着するんだから実はお得なわけですよ、はい、その人個人の経験取ってみたらね、うん、
で、そんなの手を挙げることで慣れるんだから、やってみりゃね、どん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 上がるようになるわけですよ。はい、なんだけど、やっぱ日本人のやっぱ特性だと思うんですけど、その恥をかきたくないっていう。そうですね。そういうちょっとしたその引っ込み思案的な部分が結構あるんで、そうですね。そういうちっちゃいところから、徐々に徐々にこう自分のその、なんていうんですか、へこみ体制っていうんですか、うんうんうん、そういうものを鍛えていくといいかなと思いますね。なんか日本って本当失敗することに対して、まあ恐れてるのもありますけど、なんかバカにされる文化がありますよね。そんなに言わなくてもよくないっていうんだけど、海外とかと失敗することですごい称賛されることもあるじゃないですか。でも日本はやっぱそうではないので、まあ、そういったこともあるのかなとは思うんですけど。負けられないわ。じゃあ、さてね、頷いてくださってた土屋さん。はい。まあ、すごい。なんで笑ったんだ。笑いどころどころ。土屋ですって思って。あ、名前言われたことにも面白かった。そうですね。あ、そうなの。もともと英語のね、先生を。英語、そうですね、教えてました。ですよね。はい、で、今ね、はい、ここにいらっしゃると。はい。なぜ転職しました。でしょうね。そう、英語の会社じゃないんだね。みんな持ってるよ、それは。でしょうね。そこの文脈埋めてくんねえ。転職しました。もともと、あの、副業で、あの、サイトビジットで、あの、単発でこう働いたりとか、週に2回働いてたんですけれども、社員に。なっておりました、ね、はい、そうですね、サイトビジットっていうのは資格付けを運営している会社なので、あ、そうですね、まあ、私が代表している会社なので、そうですね、今は、プロモーションとかそういう広報に近いような仕事が多くて、はい、結構 YouTube のチャンネルを例えばまあ確実だったり毎日更新だったりとか、うん、結構頻度高く勉強法とか出してるんですけれども、うん、はい、まあ、どういうものをこう、あの、なんていうか、 YouTube で出していったら、はい、皆さんサイトビジットとか資格スクエアってなんだろうっていうのに興味を持ってくれたりとか、うん、まあ、将来弁護士を目指そうと思ってくれるかなっていうのを考えながらやっております。いや、笑うとこなかったぜ。楽しいですか、仕事。楽しいです。それがすごいですよね。あ、これ楽しい。あの、まあ、見てる方ね、見てくださってる方、はい、すごいね、伝わるんですよ。あの、話してて楽しんでるんですよ、この方。そう。で、やっぱり仕事、まあ、いろんな方とお話しさせてもらうんですけど、はい、正直、楽しんで仕事されてる方もいらっしゃれば、そうじゃない、まあ、そうじゃない方もやっぱ多いと、個人的には思っていて、はい、何が楽しいですかって言い方もざっくりになっちゃうんですけど、はい、仕事をしてて楽しいことって何ですか？仕事をしてて楽しいこと、日々発見があるからじゃないですかね。ね？いいよ、今いいこと言いかけてたから、もうちょっと続けて。具体的には、みたいな。大丈夫ですか、具体的には。いや、今、ね、大丈夫ですよ、ほんとすごいいいこと言ってたから。だから今その後何来るかなってウキウキしたから、笑っちゃったから。具体例に入っていくところだから。そういうとこですよね。そういうとこですね。はい、大丈夫です、はい。うまく編集します。一つは、はい、その自分で感じる、あ、ここがこう、ダメだったなとか、自分がまだその未熟で無力なところが多いので、自分で気づくところがすごくここの会社に来て多いなって思うのと、もう一つは本当に、何ですかね、自分の会社だからそのお世辞とかそういうのかもしれないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当にお世辞抜きで、その紀藤さんの人間性だったり、まあ、さっきのねお話もあったんですけど、はい、だり、いろんなことを教えてくださる先輩と、まあ、その綺麗なお姉さん方となんか女子会ランチみたいなとかあったり、すごいなんか私もともと年上の方が好きなんですけど、すごいなんか皆さんよくしていただいてるなっていう、こう働くってことが、はい、なんだろう、まあ、学生のみんながやっぱ不安というか道すぎてわからないし、でどうしても自分もそうだったんですけど、周りの大人、身近な大人が楽しんで働いてる人ってほぼほぼいないんですよ。やっぱり会社の愚痴が出てきたりとか、疲れた、大変っていうイメージがやっぱり学生のみんなやっぱ多くて、はい、では僕も土屋さんごめん、ちょっと出てみる、急遽お願いしたんですよ、出てもらうのを。出る予定じゃなかったんですけど、やっぱ本当楽しんでらっしゃる姿っていうのをやっぱり見てほしくって、自分の判断で初めてやることとかで周りの方にご迷惑をかけしちゃったりとかすると、やっぱりあって思います、一歩下がってこう思います、あってで思います。
例えば最近だと紀藤さんにそのギリギリにその台本を渡してしまったみたいな、前日にこれでお願いしてもよろしいですかっていうのを前日に提案しちゃったとかと、うん、まあ、本当はあれなんで、もうちょっと前に出すべきなんだよ、ね、そうだ、ね、前日はあんまりない話なんで、前日はない、これダメなやつだ。強いのはその失敗を全部自分の学びにしよう。でもそれがもう、はい、なんか基本スタイルですよね、基本的に。あ、でもそうですね、結構トライ&エラーというか、うん、やってみてこれがダメな、どうしてここがダメだったのかっていうのを、それこそさっきのお話につながると思うんですけど、うん、自分で感じる部分と、あとは周りの人が本当に教えてくださる方がすごい多い会社なので、うん、はい、うん、でその教えてくださる方がそのマイナスの言い方をしないんですよね、うん、紀藤さんもなんかその他の先輩方もこうすればいいっていうのをちょっとこう教えて、はい、方向づけてくださる感じで、それをもとに自分で考えて改善しようっていう風になれるのが今のすごくいいところだなって思いますね。ちゃうね、嘘だ、会社じゃないか。ちなみに今の土屋のエピソードで僕怒ったの、結構怒ってますよ、普通に。あ、結構怒られます、はいはい、なぜなら、はい、明日の生放送でも大体僕はやれるんですけど、はい、僕が5、6時間ぐらい予習しないといけないような内容だったんですよ。あ、そうなんですね。法律の結構内容に踏み込んだ内容だったんで、うん、ちゃんと調べないとこれ言えねえじゃんみたいな。そう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 、明日の夜じゃん、これ今前日の夜だよみたいな。俺明日も結構予定入ってくるみたいな。暇じゃないからね。そうなんですよ。そうなんですよ、違う。でもそのエピソードをこの感じで話せるってやっぱすごいですよね。すごいですよね。いやもうだから本当に自分が至らない点がありすぎて、だから日々発見だし、うん、日々勉強って思うんですよね、すごく、うん、でもそういう自分がやりたいこととやりたい、なんかこう一緒にやっていきたい人たちと、うん、なんか自分の成長があるっていうのはすごく大きいなって3つ思います、うん、めっちゃいいこと言ったね。いいですか、今のお知らせいいですか。紀藤さんが、紀藤さんというか代表の紀藤が超高速暗記術という本を出しました。こちらですね、はい、でこちらの本のエッセンスが詰まった、そうです、はい、どうぞ。暗記のための7箇条こういうのを作りまして、まあ本を買っていただければベストなんですけれども、まあ、なかなか本読む時間とかねないよという方には、もうこの暗記をするっていうコツをねまとめた7箇条のね紙がありますんで、これをハイチさんのチャンネルから資格付けチャンネルというのをやってまして、はい、そのチャンネルに来ていただいて、登録していただいて、資格付けチャンネルのどれかの動画にコメントしていただくと、ハイチから来たよ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 。いい声関係ないからね、コメントが。いい声